さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。今日もパンの日記、パン日記やっていきたいと思います。こちらセブンイレブンのもちもちカスタードブレッド、食べるのは2回目ですね。こちらは110円で、カロリーが253キロカロリー、低いですよね。こういうパンって結構どんなコンビニにもあると思うんですよ。でも私はセブンイレブンのが一番美味しかったなって思いました。チョコのはよく見かけるよね。私カスタードが好きだからね。はーい、すごい美味しそう。もうカスタードが練り込まれてる。しかもカロリーが低いのがいいよね。では割ります。おお、もちもち、最高。おお、素晴らしい。ではいただきます。うん、美味しい。すごくもちもちしてて、食べ応えも結構あるような感じがします。カロリーが低いのに美味しいよ。この表面がテカってる感じとかね、めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、一気に食べちゃう。美味しい。これよかったら買ってみてください。美味しいので。はい、今日の飲み物はアクエリアスゼロです。78円で買いました。乾杯。これね、これ飲みやすくてね、一気に1本飲んじゃう。やばいよね。はい、では今日のお話、は私ちょっとんって思った質問をちょっと見つけたので、それについて話していこうかなって思います。子どもの過食費は親が負担するべきなのかどうなのか。私の場合はね、私は高校生の頃からもう過食オートにどっぷりハマって、もう学校も行ってない状態だったから、毎日食べ吐きして過ごしていたわけですよ、引きこもってね。でもう高校生だからお金も持ってないし、だからお小遣い程度ですよね。月に1万円もらってたのかな。でもう毎日履くものだから、お金がやっぱり足りなくって、で母親に1日2000円分だけ払ってもらっていました。すごく甘いと思うんですけど、私ね暴れるんですよ、食べ物がないと。ものすごく記憶にある。もう暴れて、もう食べるものがないって言って、お母さん買ってきてよ、こんなんじゃ足りないよ、買ってきてよって毎日のように言っていたのを思い出しますね。でもう買ってくれなかったら死ぬぐらいの勢いで暴れていたので、まあ買いますよね、親はね。でそれで私小学校の頃、お姉ちゃんと一緒の布団で寝てたんですよ、一緒のベッドでね。でそしたらお姉ちゃんに性的虐待的なことをされていて、でそれをね親に言えなくって、母親ね隠してたんですよ、言えなくって、本当に気持ち悪くて。でその頃でも母親は私の同級生のお父さんと浮気をしているわけですよ。で私がこんなに苦しい思いをしているのに、なんで自分だけ私たちを裏切るようなことをしているんだ
っていうのがずっと頭にあって、うん、でその時に言っちゃったんですよね、うん、こうこうこうでお姉ちゃんからこんなことをされてるのにお母さんは浮気に夢中で、しかも私の同級生とって。そしたらやっぱり親は、母親は後悔しているわけですよね。もうその同級生の浮気はもう完全に終わってる状態ですよ、その時は。うん、ごめんねごめんねって言って、うん、寂しかったねって言って抱きしめてくれました、うん、抱きしめてくれたのはそれ1回だけかもしれない。私抱きしめられた思い出が本当にないから。だから私が子供たちにハグする習慣をちょっとつけているんですけど、なんかね、ものすごくドキドキした、抱きしめられて。そんな思い出があります。で、その2000円を私に渡してたのも、私がそんな暴れて買ってこいって言ってるのも父親は全く知りません。本当に私に無関心で、遊びと仕事に夢中な人だったから。で、お母さんはもうその頃借金してたみたいですね、私の過食嘔吐のおかげで。で、保険会社に、結構大きな保険会社で勤めていたので、で、退職金も大きくって、もう借金は全部返し終わったとは言っていましたけど、本当に母親には迷惑をかけたなって思ってます。で、お母さんが亡くなる前は、直前ね、私ずっとお母さんにつきっきりだったんですよ。本当にお母さんの一番になりたくて、うん、毎日会いに行ってましたね。で、うん、一緒に手をつないでマックに行ったり本屋に行ったりタリーズに行ったりしてましたね。本当にお母さんのことが好きだったみたい。でも迷惑を思いっきりかけたけどね、うん、だからね、私子供の過食費を払うべきなのかどうなのか私には分かりません、うん、分からないよ。どうすればいいんだろう。もうお医者さんと相談するしかないよね。お医者さんは何て答えるんだろう。皆さん辛いことがあったら、家族の立場でもね、親の立場でも、専門家に相談することをお勧めします。でも薬はあまり飲まない方がいいと私は思ってます。はい、では今日は、うん、こんなお話でした。はい、ではチャンネル登録と高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。またねー。